土曜日夜10時明るい未来にチェンジの時間がやってまいりました。パーソナリティの FC 神岡です。明るい未来にチェンジは社会を良くしていくための情報ラジオです。本日のテーマはベーシックインカム。1980年代から40年間続いているアラスカ州のベーシックインカムと国策として導入されたイランのベーシックインカムについてご紹介します。本日もここでしか聞けないレアで面白いたっぷりです。面白いお話たっぷりです。お楽しみに。78.0FM Naha Your radio station。 はい、パーソナリティの FC 神岡です。はい、本日もトークの相方に、ジャズシンガー義母貴子さんに来ていただいています。義母さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日もベーシックインカムについてお話したいと思います。はい、いいですね。はい。実は去年、はい、アラスカのベーシックインカムちょっと紹介したことがあったんですけど、今日また改めてもう一度ちょっと、はい、アラスカのご紹介と、はい、それからイランのベーシックインカムについてもちょっとお話ししたいと思います。お、はい、イランもやってるんですね。いや、ね、びっくりですよね。私も結構イランがやってて長いこと知らなかったんですよ。で、なんかの時にちらっと SNS かニュースかなんかでイランもやってるみたい なんか何かちょっと一文を見て、それで調べたんですよ。そしたらもう情報がなくて情報なさそうですね。やっぱイランの話とかってあんまり日本に入ってこないんですよね。うん、そうですよね。なんか全然なんか中東ってねあんまり聞かないですよね。そうそうそう、で特にイランはやっぱりアメリカの経済制裁を受けてる国でもあるので、イランと日本は、まあ、石油でつながってる、まあ、大事な国ではあるんですけど、まあ、あまりにもちょっと情報が少ない。で英語でも情報少ないんですよ。すごい。まあ、そんな中でイランベーシックインカム、イランベーシックインカムっていうことで、英語でちょっといろいろ検索をかけてみると、なんと、世界銀行のレポートにぶち当たりました。すごい。世界銀行様ですからね。すごい規模がなんかそうですね。そうそう、世界銀行ですよ。世界銀行なんかアニメみたいな。確かに、ね、ワンピースとか出てきそう。銀行で世界を制してやるみたいな、銀行王に俺はなるみたいな。その世界銀行が、その世界中 の、まあ、ベーシックインカム的な社会実験などを、もう全部調べて網羅してでレポートしてるんですよ。すごいですね。その名もエクスプローリングユニバーサルベーシックインカム。へえ。すごい、そんなことやってるんですね。そんなことで世界銀行様、2017年私ポルトガルに取材に行った時も、世界銀行来てましたね。へえ。世界銀行来てた。なんかの時に質問の時に、あ、僕世界銀行のものですって自己紹介してて、みんなが世界銀行みたいな感じ。なんか非現実的な。でも本当にあるんだ。なんか取材する、ね、300ページに及ぶレポート。興味のある人はとりあえずワールドバンク、ユニバーサルベーシックインカムとかで英語で検索してみて、でぶち当たったらGoogle 翻訳使いながら読んでみてください。それで、まあ、世界各国にこんなにいろんなあるんだとか思って、私も300ページまで全部ちょっと読み切れてないんですけど、それでイランって検索したら、おイランやってる。いや、しかも内容がすごいんですよ。まあ本当に基本情報も本当にちょっとしかデータとしてはないんですけど、2011年開始。もう2011年っていう11年前ですよね。私ベーシックインカムという言葉を知ったのが2014年15年頃なので、それより前みたいな。2014年15年でもベーシックインカムって言って理解してくれる人いなかったですからね。あ、そうですよね。そんな早くに、でしかも人口の 97% に支給。それはすごい。ねえ、もうどびっくりして、何それっていう。それで、支給価格が
アメリカドルで40ドルから45ドルらしいんですよ、はい、うんうん、でこれがまあまあなんていうか日本円でいくと5、6000円ぐらい、うんうん、月額だと思うんですけど、あれそんなもんとか思って、はい、うんうん、それで、よくよく見ると平均年収の 25% って書いてあるんですよ、うんうんうん、あのワールドバンク様の世界銀行様のレポートに、はい、ってことはあの一応2000、まあ、この頃2010年頃の、日本の平均年収が412万とされてるんですよね、うんうん、でまあ、その平均年収 そのカウントの仕方っていろいろあるみたいで、うんうんうん、何をもって平均年収というのかってちょっと難しいところがあるので、うんうんうん、まあ、あのひょっとしたらここ あの数字の出し方がひょっとしたら違うかもしれないんですけど、うんうんうん、でもそれを差し引いても平均年収の 25% で、まあ、一応明記されてるんですよね、世界銀行のうん、レポートに、うん、だからあのこの平均年収412万の 25% で日本円で103万なんで、うん、うん、で1人当たり103万を支払われたって、これめちゃくちゃすごくないですか。あ、すごいですね。4人家族だったら400万以上ですよ。うん、それ相当の、ね、ものがってことですかね。んその平均年収の 25% 相当の、うん、お金が支払われたと。うん、もうびっくりじゃないですか。いや、すごいですね。それ何それ、全然そのあのなんていうか、うん、ベーシックインカム界隈でもあんまりニュースになってないよみたいな。それでこのレポートに、その世界各国の比較表が長い長いこうあの比較表がバーッと載っていて、うんうん、その後ワールドバンクがまあ、簡単なコメントレビューみたいなの載せてるんですよ。それによると、うん、労働人口も労働時間も減らなかった。お、これすごいですよね。すごい。そう、大体なんかのベーシックインカムの話すると、うん、そんな働いてない人にもお金あげたらあの働く人がいなくなって、あ、というかベーシックインカムやったらあの働かなくなる人が増えて社会が崩壊するって大体反対されるんですよ、うん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 、いやいや崩壊してないしみたいな。それであの労働時間も労働人口も減らなかったって書いてあるんですよ。それすごいですね。すごいですよね。はい、すごいすごい。うんうん、そう、それで、で細かく見ていくと、仕事を辞めた人もいるんですよ、うんうん、それが、母親と高齢者、うん、だから、まあ、あの働いてたお母さんは仕事を辞めて、うん、だからあのお金もらえるんだったら仕事辞めて子供と一緒にいたいわっていう選択をした人が増えたらしいんですよ、うんうん、もうそりゃそうですよね。そうしてくださいって感じですよね。うん、うん、であの私はそのお母さんが働くことを否定するわけじゃないんですよ、うん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 、ただ、その生活のために本当は子供と一緒にいたい、うんうんうん、専業主婦でいたいんだけど、もうあのその子供を育てるためのお金が必要だから働かざるを得ないのとか、うん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 、そういう形で心身消耗しながら働いてるお母さんは仕事辞めた方がいいよねと思ってる、まあ、うんうんうん、そういう立場なんですよ、うん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 、だからまさにあの1人当たり100万円ぐらい年間で配られると、うん、お母さん仕事辞めて、うん、あの子供と一緒にいるってことが分かったんですよね。それは大変ですよね。うんうん、それからあの高齢者も仕事辞める高齢者が増えたらしいんですよ。だからあのよく聞くんですけど、年金もらってるけど足りない、うんうん、だから働かざるを得ないっていう人が結構多くて、でまあもちろんその高齢者あのね、年を重ねても元気な方もおられるし、うんうんうん、もう働きたくてたまらないっていう人もいるとは思うんですよ、うん、でそれをもちろん否定するものではないです、うん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 、だけどやっぱりあのやっぱり年を重ねていくとあの病気になりやすくなるし、うんうんうん、あの疲れやすくなるから、うんうんうん、あのお金があるんだったらゆっくりしていたいっていう人は、まあ、それなりに多いと思うんですよね。そうですよね、うん、だからそういう人が辞めた、うんうんうん、ところがあの女性全体では就労する人が増えたらしいんですよ、うん、すごいことですよね。それもね、いいですよね。うん、うん、だからあのおそらく子供の手が離れたとか、うんうんうん、なんかその いろんなこうあの状況があって、うん、何なんだろう、あの、うん、おそらくはその、うん、子供と老人って、まあ、要は働いてない人ですよね、はいはいはい、働いてない人にお金あげちゃダメってよく言われるんですけど、うんうん、そういう人にお金をあげるからこそ、うんうん、その、まあ、労働世代とか現役世代というか、うんうん、あの20代から50代ぐらいの人たちがあのより安心してあの仕事に打ち込めるようになるってことじゃないかと思うんですよ。うん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 、なんか今
今まではその、いろいろ家のこともやんなきゃいけないから、仕事をセーブしていたと、うん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 、だけどあの、それぞれあのお金をもらえるので例えばサービスを受けられる、うんうんうん、保育サービスとかあの、うんうん、デイサービスとか、うんうん、そういうことを受けられるようになった、うん、だから働きたいっていう人が増えたんじゃないかなと。あ、なるほどなるほど、うん、女性全体の就労が増えたっていうんですよね。まあ、細かいことは分からない、うん、あくまで予想ですけど、うん、そういうことが考えられる、はいはいはい、それから女性じゃない男性の自営業が増えたらしいんですよ、うんうん、これもびっくりですよね。そうっすね、うんうんうん、だからある程度生活が保障されると、うん、雇われてやりたくない仕事をやるというよりかは自分がやりたい仕事もやりたい人が増える、うんうんうん、これは以前先月ご紹介したカナダのミンカム、うん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 、でもスモールビジネスを立ち上げる人が増えた。そうですよね、うん、レコード屋さんとかカフェとか、ね、うんうんうん、だからそういう本当に地元に密着した地元の人がこう必要とするようなスモールビジネス、うんうん、生活が豊かになるようなことを商いにする人が増えると、うん、これもすごいいいことですよね。めっちゃいいですよね、うんうんうん、それから、少し就労者が減った層というのが20代、はい、うんうんうん、で20代では仕事を辞めて、高等教育おそらく大学とか専門学校だと思うんですけど、うん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 、に教育を受ける人が増えたと、うんうんうん、これもすごいことですよね。そうですよね、すごいことです、うんうんうん、だから本当は大学行きたいとか本当は学びたいと思ってるんだけど、うんうんうん、生活のために働かざるを得なかった若い人たちが、うんうん、ね、学業に専念した、うん、そうですよね、これ素晴らしすぎる。そうそうそう、うん、だからこれはね先ほどのだからカナダのミンカムでも、うんうん、現金を配られて生活が安定した家庭では、1970年代当時、うん、高校卒業する人がまだ少なかったっていう、それが高校卒業者が 100% に近くなったっていうね、これは本当にすごいことで。そうですよね、うんうんうん、でこういう話をすると、オイルマネーで潤ってるイランだからできることですよねっていうふうに、ちょっと SNS なんかで言われたりするんですよ。はい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 、で、この後のことをちょっといろいろ調べて、本当にイランに関するニュースが少なすぎて難しいんですけど、はい、でイランのその後どうなったかっていうのを、うん、一応世界各国のニュースを検索して調べたんですよね、うん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 、そうしたらそのオイルマネーで潤ってるっていうのは本当に日本人のイメージであって、うん、オイルマネー産油国であっても立ち行かなくなってる国たくさんあるんですよ。へえ、そうなんですか、うん、例えばベネズエラ、へー、ベネズエラって産油国なんですけど、へー、うん、そのオイル価格が暴落して、うんうんうん、それでそれをきっかけに、その政治のやり方も良くなくて、うん、でその国内での生産の配分とか供給の配分とか、うん、そういうことのなんかその、失敗が続いて、うん、でハイパーインフレになっちゃってるんですよ。へー、でハイパーインフレになってる上にその、その国内で何ていうかその食べ物の生産ができにくくなっている。へー、食べ物の生産ができない土地じゃないんですけど、うんうんうん、要はその、政治の失敗でその生産ができなくなっちゃって。それって今ハイパーインフレ今ですか？最近もまだ続いてると思うんですけど、ベネズエラからもう何百万人単位で難民が出てるんですよ。そうなんですね、近隣のペルーとかに流出していて難民が、国内でその食べれないから治安化しても怖いし食べれないしっていうんで、だから産油国なのにそんなになっちゃうわけですよ。でイランも産油国ではあるんですけど、うんうんうん、例えばオイル価格が暴落するとか、うんうん、それからさらにはそのアメリカの経済制裁を受けてるので、うん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 、それでやっぱり経済制裁を受けるとオイルと物が交換できなくなるから、うんうん、物不足になっちゃうんですよ。うんうん、だからベーシックインカムを、導入したからというわけではなく、うんうん、ベーシックインカムによって、お金が増えたことと物不足、うんうんうん、経済制裁による物不足によって、うんうん、ちょっとインフレ気味にはなってるらしいんですよね。うん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 、それで結局その、オイルマネーだけでは財政を確保することができなくて、うん、ベーシックインカムの財源を確保することができなくて、うんうんうん、で最初は、マックスで 97% ぐらいまで支給されてたらしいんですけど、うんうん、多少その生活できる人はもうどんどん辞退してくださいっていうふうにどんどんなって、で、うちはなんとか生活できてるか、じゃあベーシックインカム辞退しますみたいな感じで、で一応
イランのベーシックインカムとは言ってるんですけど、あのイランではベーシックインカムという言葉を使ってないみたいなんですよね。私イラン語で Google 翻訳を駆使してイラン語でも検索してみたんですけど、めっちゃすごい多分日本人で一人じゃないですかねそれやってる人あ、そうかもしれないすごいなだけど、うん、ベーシックインカムではどうしてもそのイラン語のニュースが出てこなくて、で元々はイランってそのあの産油国だから、うん、なんだっけ、そのガソリンそのものを現物支給してたらしいんですよ。へ、うん、で、でいろいろなんかその社会変化とかあって、うん、でガソリンを支給するよりかは現金を支給してほしいっていう風になって、うん、それでガソリン支給を現金支給に変えたらしいんですよね。なのでその、制度の名前そのものがベーシックインカムではなくて、なんかわからないけど なんか他の名前っぽいんですよ、うんうんうん、だからどうしても検索しきれなくて、なるほど、うんうん、それでちょっと詳しいことはわからなかったんですけど、はいはいはい、でまあ、結局その産油国イランをもってしてもオイルマネーだけでは、うん、ベーシックインカムの財源確保できなかった。なるほど、うん、それで、支給額も多分減っていって、支給される人もどんどん減っていってる状態、うん、なるほど、が数年前に、まあ、ニュースになっていた、うんうん、まあ、最新情報なんですよ。で、私も自分のブログとかツイッターではよく言ってるんですけど、うん、そのお金を配ったら全てが解決するっていうわけではなくって、うん、これは前提条件があって、うんうんうん、ちゃんと物が生産されている、うん、物流が機能している、うんうん、そういう国で、まあ、要は物とサービスが余ってる国ではベーシックインカムを導入した方がいい。なるほど、うん、だから日本はまさにベーシックインカム導入すべき国なんですよ、ね、物も余ってる、サービスも余ってる。そうだ、そうそう、なんかニュースとかでもよくなんか心配される、そのお金配ったらインフレとか、うんうん、ハイパーインフレになるんじゃないかみたいなのを言ってて、うんうん、でそのハイパーインフレは、うんうん、が起こるのは、うんうん、なんかなんで物が生産が追いついてない時って見て、そう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 、そうまさにそれですね。そうなんですよ、ベネズエラとかは。あ、そう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 ですよね。そうなんですよ、うんうんうん、だからお金を配るからインフレになるんじゃなくて、うんうんうん、っていうかお金を配っても十分なものがあって、うんうんうん、あるんだと全然問題ないんですよ、うんうん、なるほど、うん、だけど物がないとこにお金を配ってもダメ。はいはいはい、うん、だから、例えば崩壊前のソ連なんかもお店行っても何もなかったっていう、そしたら1個100円だったじゃがいもがお金配ったら、うんうん、その1万円になるだけの話 で、そうですよね、物不足を解消しないわけですよ。なるほどなるほど、うんうん、だからそういう国で大切なのはいかに物を作るか、いかにその、物作り、例えばもう、うんうんうん、食べ物がもうない国だったら、うん、食べ物を作れるように、うんうんうん、そういう政策をどんどん導入していくとか、そういうことが必要になってくるわけですよね。だけども日本の場合は物が余ってる。そうですよね、物もたくさん溢れてるし、うん、そうそう、物流もちゃんとしてるし、そうそうそう、でほとんどの人が給料が安くて困ってるっていうわけなんですよ、うん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 、だからじゃあお金配ったら解決するじゃんっていう確かにそうですよね、うん、そういう話なんですよ。そうですよね、経済も回るし、そう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 、精神も安定するし、そう、健康になるし、生きにくくなるし、時間もできるし、時間もできるし、ね、そうそう、うんうん、で結局そのイランでも、うん、ベーシックインカムというのは確かにインフレになってるんで、そこだけを切り取って、うん、ほらベーシックインカムだったらインフレになるだろうってひょっとしたら言われかねないんですけど、うんうんうん、いやそこじゃなくて、そこじゃなくて、うんうんうん、アメリカの経済制裁のことを忘れないでねと、うんうん、もうそこすごい大事なとこなんですよ、はいはいはい、うん、だから日本も今食料自給率が4割切ってるので、うんうんうん、これも私SNS とかでもいつもいつもも言ってるんですけど、そのベーシックインカムを導入したら農業政策に力を入れましょうと、だから家庭菜園とか小規模農業、うん、家族農業みたいなものができやすいようなそのインフラを整えていく、うんうん、制度を整えていく、うんうんうん、で本当に聞けば聞くほどサラリーマンの人で僕本当は農業やりたいんですっていう人むちゃくちゃ多いんですよ。なるほどなるほど、うん、だからじゃあみんな、いやいやかどうか分かんないけど、うんうん、どっちかって言えば仕事辞めて農業やりたい人、若い人がしかも多いので。そうですよね、うん、まあ、私もそうですけどねそうそう、でまあ、どこまで本気か分かんないですけど、うちの主人も、うん、最近ちょっと早期退職したんですけど、うんうん、農業やりたいんだよなってブツブツ言ってるんですよね、うん、だから
ですよね。だから、うん、なんかそういう人たちの力を集めて、うん、まあ、あの力を集めてっていうか、うん、耕作放棄地土地が足りないわけじゃないんで、うんうん、耕作放棄地いっぱいあるんですよ、うんうんうん、ちょっと私もなんかあの実はちょっと土地探しをしていて、うん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 、かなりその南部の方タクシーの運転手さんと一緒に、まあ、ドライブしていたら、うん、あの耕作放棄地あそこもそうだよあそこもそうだよって言って、うん、で聞いてみるといやなんで耕作放棄されるんですかって聞いたら、うん、あ皆さん年取ってねもう耕作できないさとかって言ってなるほどで私から見たら森にしか見えなかったんだけど、あそこも昔は畑だったさとかって言われて、木が生い茂ってるんですよ、それでほらほらあそことか、この間まで、サトウキビ作ってたさとかって言って、うん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 、でサトウキビを一応切るところまで行ったんだけどその続きができない土地はサトウキビの後からまたちょっと青い葉っぱが生えてくるんですよね、はい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 、でも手入れしてないからちょっと荒れた感じになってて、なんかあれ耕作放棄たくさんあるんじゃん貸してそうですよね。だからまあお金配る の代わりにその家庭菜園とか小規模農業を推奨しますみたいな、時間余ったらみんな なんか暇だったらやってくださいねみたいな、あそうそうそう、ね、お金を配ると同時に小規模農業やりやすいような、ね、制度を整えてくれればとか知識とかね開放して、そうそうそう、だからその耕作放棄地をこうちゃんと集約して、うんうんうん、じゃ例えば抽選で、うんうんうん、皆さんにこうちょっと配りますよとか、うんうん、まあ、でそのその土地に近い人とか、うんうん、まあ、優先させるとか、うんうん、でそんな風にしたらみんなどんどん農業やりたいっていう人増えると思うんですよ。そうですよね、うん、でそういう人は大体無農薬でやりたがるので、うん、無農薬農業がこうちょっと盛んになって、うん、で職業自給率も上がって、ね、うん、で小規模、うん、自営業で野菜売る人が増えてあそうそう、でそういう、ね、無農薬農業を使ったカフェとかレストランとか増えたらもう最高じゃないですかね。最高ですよねうん、あすいません、今日はちょっとアラスカのベーシックインカムもちょっと紹介したかったんですけど、はい、思ったよりイランの話が話されてしまって盛り上がっちゃった盛り上がっちゃって、うん、じゃあ、アラスカのベーシックインカムはザクッと、はい、これはアラスカの、石油、うんうんうん、あそこも石油が出るので、その、石油を原資にした投資ファンドを作ってるんですよね、うん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 、でその投資ファンドの収益を全州民に均等に配るという、はい、うん、びっくりするような政策を1982年からやってらっしゃるんです、アラスカ州では。素晴らしい。うん、で、まあ、最近そのベーシックインカムを求める声が世界的に高まっていて、はい、で世界中の社会学者さんとかが、うんうんうん、アラスカを今研究し始めてるんですよね、はい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 、それによると その投資ファンドの収益金を割り振るので年によってその配られる金額違うんですけど、うんうん、まあ、大体日本円で年間10万から15万ぐらいのお金が毎年配られ40年間耐えることなく配られ続けてきていて、うん、で1人当たり10万15万ってもうこれ家族4人とかだったら4、50万60万になったりするじゃないですか、うんうん、で出生率が上がった、なるほど、出産率が上がった、ね、赤ちゃんが増えたなるほどことが社会学者さんの、うん、調査から判明しております、うんうんうん、そうですよね、助かりますよ ね、 そう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 、10万あったらね、うんうん、そう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 、うんうんうん、でその10万がたまに配られるんだって意味ないんですよね、うんうんうん、まあ、ベーシックインカムの条件で定期支給っていうのがあって、うん、で、その投資ファンドをもうずっと続けるっていうことがもうアラスカの法律で決まっているので、うんうんうん、アラスカ州民にとっては、まあ、年によってまあ多少変動はするけど10万から15万のお金が毎年入ってくるって思うと、うん、あ赤ちゃん産もうってなるんですよ ね、 そうですよね、安定感ありますよね、安定感あるうんうん、だからもうそういうことを考えるとなんでベーシックインカムないのかなとか、うん、で未だにそのベーシックインカムやったら社会が崩壊するっていう人も多いんで、うんうん、もうもっとこのラジオ聞いてね、本当ですね皆さん私たちのラジオ聞きましょう、はい、ということでギモノさん今日もどうもありがとうございました。パーソナリティの FC 神岡です。明るい未来にチェンジ、エンディングが近づいてきました。ベーシックインカムとは無審査無条件で個人に
現金を定期支給する制度です。働かない人に現金を配ったら社会が崩壊するという意見は根強いですが、それは大きな誤解です。ベーシックインカムの条件を満たす現金支給を40年以上続けているアラスカ州では、社会に好ましい影響が出ていることが社会学的調査からも判明しています。平均年収の 25% を支給したイランでは、若者が大学に行き始め、女性の就労が増え、男性の自営業が増えたことが報告されています。現金を配るという政策は、行政コストがとても安く、その費用対効果が非常に高い政策として知られ始めています。一人でも多くの人にベーシックインカムが社会にもたらすプラスの影響について理解してもらうことが、明るい未来にチェンジしていく底力になると私は信じています。リスナーの皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。また来週。